USERS のレブ国立科学博物館の展示。USERS は地球周回軌道上から宇宙実験成果物を機関回収させることができる。日本で初めて実用化された無人の自立機関型回収システムである。USERS は無人の宇宙機とその飛行を支援する地上システムから構成されている。 USERS 宇宙機が提供するスペースを使用して一般の企業、大学の研究者が宇宙実験を行うことが可能である。またこれにより日本は宇宙ステーション等の外国の手段に頼らない独自の宇宙実験システムを有し、かつ宇宙実験の成果物を無人で地上に持ち帰ることが可能となった。USERS 宇宙機は軌道上で電力供給。 通信サービス、軌道及び姿勢制御等を行うサービスモジュールと、地上に自立機関するリエントリモジュールとの二つの、モジュールから構成されている。サービスモジュールとリエントリモジュールは、結合された状態で、ロケットにより打ち上げられる。サービスモジュールは、SERVIS のバスと共通部分が多い。リエントリモジュールは、起動離脱モーターを備えた釣り金型の、 再突入カプセルで回収を必要とする実験機器を搭載し、軌道上宇宙実験は最長約6ヶ月間もの長期間に及ぶ。実験終了後に2つのモジュールは分離され、実験機器を搭載したリエントリモジュールは軌道離脱モータにより軌道を離脱して大気圏に再突入した後、軌道離脱モータを廃棄してリカバリービークルとして期間回収される。 大気圏を通過する際は、リカバリービークルの外部に装備したヒートシールドによって熱と圧力から保護される。リカバリービークルは地上から 10km 程度の上空でパラシュートを開いて間降下しながら着水し、浮遊用のバッグを展開して GPS データがエンコードされたビーコンでエンパを出しながら回収されるのを待つ。回収は 航空機などにより位置を確認され、海上で船により回収される。また、地上に機関回収させることも可能である。回収した実験機器を含むリカバリービークルを、直ちに工場へ輸送し、点検、分解を行った後、取り出した機器を利用者に引き渡しするのが通常であるが、利用者の要求によっては、戦場にて受け渡しも可能である。 数年にわたる実験が必要であるが回収を必要としない実験機器はサービスモジュールへ搭載することもできる。USERS の第1回目の利用として超電導材料製造実験を行った。この実験は宇宙の微小重力環境を利用して地上では実施することが難しい超電導材料製造を行い実験資料を地上に回収し、 評価解析するプロジェクトである。このプロジェクトでは、地上において、これまで未知であった、超電動材料製作手法の知見を得ることができた。この実験のための USERS 初号機は、2002年9月10日に、HEA3 号機で、軌道上、約 500km に打ち上げられ、約8ヶ月後の2003年5月30日。 超電導材料製造実験により得られた、成果物を乗せ、大気圏の過酷な環境をくぐり抜けて、小笠原東方沖の海域に無事着水し、回収に成功した。ありがとうございます。